肩も大きさが出た。あ、じゃあいいよ。ゆっくりも新しい人とか。ちょっと怒らないの。ともこちゃんが。レストランに行くの。ちょっと見えました。そうか。それなるよな、ハリネズミで。そのくらいのハリネズミの人。そうそうそう、そうですか。いろいろ出てくる。まあ出てはきますけどね。珍しいのは出てきたからですね。そうだね。5月で3歳だね。はい、今3歳か8ヶ月。あ、違うか。5月で3歳や。4歳なんだ。治療は薬でなんとかなってくるものですか。反応することしないこと。全てが反応するわけではない。だから反応する子は1週間以内に反応します。ただ毎日治療しなかった。毎日ちょっと来てもらわなかったんですけどね。わかりました。すみません。いや、この子は食べる子だったら入院した方がいいんですよ。でも多分食べないでしょ。そうすると栄養補助ができる子だったらまだいいけどさ、なかなか十分な量はやれないからさ、食分あるんだったら食べさせてもらった方がいいですよね。ドライフードは自分で好んで食べてるんで、ね、あ、そうですか。シリンジがちょっと食べなくなってきて、薬、まあ、でもさ、ちょっと貯金があるじゃないですか。400ドル、これがね、大きいんですよ。貯金がない子はさ、ね、400切ってるような子はなかなか死んでるんですよね。ちょっとまた注意しないときますよね。なんか揚げ中ダメなもの、甘いの控えるとか、そういうことありますよ。まあ、甘いものはやめた。甘いやつとか塩味のものはやめた。でもそんな食べてないでしょ。天然の甘みでしょ。 あと果物とラクトバイトっていう乳酸菌。それは何用のやつ？小動物。小動物。じゃあ大丈夫。ちょっと甘いんですけど、うん、それにお薬入れれば食べるかな。それならいいですよ。だから果物が甘いのはまあ、だめちゃくちゃ甘いのを毎日はダメだけどね。旬のもの3グラム、週に1です。そう、それならいいですよ。やってあげてください。はい。
はい、中さん。B の副動体のさ、ビタミン質でしょ。一回出たら持ってきてね。よしくん、動かないの。ただ待っちゃってる。たまこちゃんが幸せになって全然違いますね。全然ね、個性差がある。ここら辺がさ、でもこっち歪んでるからね。ここら辺が耳の奥なんですけど、はい、とかない、うん、これサイズバランスよく取れないと難しいんですよね。でこれも真正面で、要はまあこれあの耳の奥を見るのは真正性だとさ、悪い方が真っ白くなるんですよ、液体型もあるから。まあ、だから中枢性だと左右差はない、うん、だこれでまあこの辺が耳の奥だとするとだと思いますわ、ね、うん、そんなに差がないと、うん、ただこれとも全然大きいね、割とこれまっすぐじゃないですか、はい、だからね、うん、で、前の写真出してね。
骨のトゲが、うんうん、別に今症状は出てないと思うんだけど、うん、悪くなるとこう効いてたんですね、うん、後ろの前の方、あの前方に出てて後ろの方で腰椎の前方に出てるところで、こう症状になってくれたいですね。はい、わかりました。じゃあちょっと、はい、これ写真撮ってもいいですか？いいですよ、撮ってください。ただそう綺麗な写真ない、横向きがまだ、まあでも、うん、前のも全部それぞれ撮っておいてください。お顔見たい、あと何言ってほしいね、お顔見たい。何本でもしますよ、うん、ちょっと、先にちょっとおしっこを、せっかく取れたんで、みんな、お疲れ様で、開けっぱなしいから。